平成19年5月19日、阿蘇市一宮町中通りの北外輪山で、九州電力創立50周年を記念しての九州ふるさとの森づくりの植樹が行われました。阿蘇市役所駐車場で開会式が行われ、九州電力熊本支店の森本豊支店長が、小さな苗木が20年後30年後には立派な森になって地下水の保全に貢献するものと思いますと挨拶。佐藤阿蘇市長が、阿蘇市においては大自然が一番の宝物ですと述べました。そして植樹の仕方について説明を聞いた後、参加者たちは植樹会場へと向かいました。この日は九電熊本支店の社員や阿蘇市民、地元の緑の少年団員らおよそ360人が参加して、阿蘇市一宮町中通りの北外輪山の 1.5 ヘクタールに3年生の山桜や白樫、サザンカなどの苗木5000本を一本一本丁寧に植樹しました。この九州ふるさとの森づくりは、九州電力が創立50周年記念事業として平成13年から九州各県で10年間に100万本の植樹を目指しているもので、その一環として阿蘇環境の森づくりを行ったものです。県内では昨年までの6年間で8万本もの木が植えられ、阿蘇市で植樹が行われるのは今回が初めてのものです。最後に佐藤市長や森本支店長らが九州ふるさとの森づくりの標柱を立てて植樹を終わりました。